加湿器スチーム式加湿器加湿器とは、室内機の加湿のために使う空気調和設備である。例えば日本の場合、空気が乾燥する陶器などによく使われる。機器内部に収容されている水分を空気中に放出し、加湿する。ストーブに夜間を置くといった構成も加湿器の一種と言える。 また、寒い時など湿度が上昇することによって、同じ室温でも体感的に暖かく感じるという利点もある。なお、除湿機能を合わせ持ったものは、湿度調和機と呼ぶ。日本メーカーの間では、表記に揺れがあり、パナソニック、三菱電機、シャープは、加湿機と表記している。気化式は、常温の水を蒸発させることにより加湿を行う、ものである。 浄水を使用することが定められている。また、不使用時のエレメントの乾燥や定期的な清掃が必要である。エネルギーの使用量が少ない。気化熱により温度が低下するために内部発熱の大きな用途に適する。または低温排熱を利用することも可能である。水噴霧式より制御性は悪いが、空調機組み込み型の場合消費電力が小さいため、 オフィスビルの空調等で広く採用されている。また、近年では空気清浄機に組み込まれるケースも増えている。水噴霧式は常温の水を微細な水滴にすることにより加湿を行うものである。噴霧された水分が気化し水に含まれるカルシウムマグネシウムコード分などの不純物が空気中に浮遊し物品に付着することを防止するために純水器での水処理や 雑菌が空気中に放出されたりすることを防止するため、水槽の紫外線ランプでの殺菌、定期的な自動排水などが組み合わされて使用される。気化式より制御性が良いため農作物の栽培、低温貯蔵、繊維、紙、印刷工場など空気清浄度の要求されない、内部発熱の大きな厳しい湿度管理の必要なところに使用される。蒸気を利用して加湿する方式である。 制御が簡単であり、加湿の効率が良い。湿度とともに温度を上昇させるため、内部発熱の大きな用途には不向きである。一般家庭向けの加湿器、すなわち家電としての加湿器は主に以下のようなものがある。加湿器のタンク内の水に添加して使用する各種の薬剤やアロマオイルなどが販売されている。ただし、使用できる加湿器は限定され、 非対応の加湿器に使用した場合には、機器の破損等につながる。このため、使用する際は、メーカーの取扱説明書などを確認して、十分注意する。ABC 衣装分類定義カード特許庁、太平洋側や日本海側の地域でも湿度が異なる場合がある、家庭用超音波式加湿器が、感染源と考えられたレジオネラ症の一例、国立感染症研究所、 韓国の過失期殺菌罪事件、元代表ら4人逮捕、家の中のセウォル号事件。 http://www.hufingtonpost.jp:/2016/05/14/kor e a d i s i n f e c t a n t n 9 9 6 8 9 3 4 h t m l 2 0 1 6年8月8日閲覧ありがとうございます